素手の時代だ。俺もな、喧嘩が強いからって反応するセンサーどこにもねえ。ゲバラが言ってることは本当だ。アンジェインことビスケットオリバー、人工衛星さ。その瞬間、半数以上の衛星が対象を追うために緊急作動を強いられる。走る、戦うなどの乗り物による移動を除く時速4キロ以上の動き。すげえ。何の相談かな。死後は禁止。いずれにしろ厳罰だ。間違わないでくれよ。仕掛けたのは君。こうなっちまえばもう誰だって何もない。そいつからは何も返ってこない。人のいいことだ。一部食物運搬用ワゴン転倒するも、私の個人的ミスによるもの。通常の生活に戻されるバキ。炎天下、他との差が出るわけだ。休憩。聞きましたよ、マイケルさん。来月出るって。タイトルさ、統一ヘビー級タイトル。へえ、確かにあなたは刑務所の喧嘩ランキングなんかに関わってはいられない。この小切手は我がアリゾナ州立刑務所への寄付だ。来たのですか、ここに。彼らは望んでいない。なぜかソニー・リストンが王座に君臨していたからだ。ついにはヘビー級世界チャンピオンにまで上り詰めた男。その悪夢を再現したくないらしい。誰がその役目を。彼はヘビー級のチャンピオンだった男ですよ。我々の相談に乗るなど間違ってもありえない。マウスを呼べ。しかもだ、私は責任を持てません。何かありましたか、所長。いいのかな、三人揃っちゃって。しかし今その化学反応こそが必要になった。勘弁してくれ。その声を聞くと頭が混乱して。僕がゲンとウ。俺はキトで。まるで一人の人間が喋るようにスムーズに行える連携。キト、蒸気とシリンダーによる蒸気機関。それが唇と歯と舌だ。包み込んだ食物はもう外へは逃げられない。一個の肉片がクリーム状になるまで。まさに完璧なコンビネーションと言える。そう呼ばれているのだよ、彼らは。今は罪に服しているとはいえ、彼は歴史に残る偉大な世界ヘビー級チャンピオンだった男だぞ。本人を実験台にやってみせれば済むこと。 2.5 多くて 3.0 から 3.2 ってところだろう。一般成人男子の 3.2 倍。これがその男の戦力だ。格闘技には精通しているようだが見た目は素人だ。失礼。我々無茶だ。多少格闘技をかじった程度で。巷には武勇伝というものが存在する。5倍、6倍、10倍。答えはノーだ。 2.5 倍程度の戦力しかない男を3人で倒せない。チームワークができていない。アルサ。
こんなことがあっていいのか。部下を蹴る。彼ら3人にそんな資格があるのか。おおおやってしまえ、カップ。